前回ではバンド分散図を描きました。それでは次は経点を変えて計算を続けてみたいと思います。まず経点を変える場合には、部分算図ではこのような経点で計算されていますので、経点の指定を元に戻す必要があります。そのためにはまずファイルズのボタンを押して、diff ファイルズのボタンを押し、 lapw1.diff のボタンを押します。そしてこちらを見ていただくと分かるんですけども、 klist アンダーバーバンドと、klist が、バンド分散用のものになっています。そこでここの k ここを消して K リストアンダーバーを消してドットバンドにしてセーブします。そしたらその後エグゼキューションのイニシャライズカルクのところで X 軽減のところにボタンを押して、例えばこの値を2000にしてエグゼキュートをします。でこれが終わったら次に左側にある LAN SCF に行って、次に上から2番目のボタンを押します。常に再計算するときには上から2番目のボタンでいいです。そして Yes、Delete、It で、もう一度 Run SCF を押して、Start SCF Cycle、 このボタンを押すと計算が始まります。で経過を見るには Utils の小デファイルを押して、Reload in Reverse Order のボタンを押します。で計算が終わっているとここにもう Stop と出て計算が終わっていることになります。で試しにもう一度 DOS を描いてみましょう。タスクスの DOS のこのようにして、でもうこの部分はもうすでに書かれていますから、このまま次 XDead Run で Edit Display そして Plot とします。でこのようにして経点が2000点になった場合での結果を表示することができます。このようにして、最初は小さな経点からどんどん大きな経点にしていくこともできますので、時間がかかるという場合にはまず小さな経点から計算して、その後にどんどん大きな経点にしていくという手法を取っていただければ幸いです。今回は以上になります。